ノリノリですね。ノリノリです。ノリノリっていうか、なんかやってないと寝ちゃうんでしょう。バレた。結構眠い。はあ。眠い。あまり寝ていないけど、結構寝ていない。ほほほ、苦労しておるようじゃな。マイク当たってます、ね。当たってます。ちゃんと当たってます。遠くにいるはずですけど、当たってます。これ、なんか偉い方なんですかね。誰でしょうね。すごいな。これつけてるわけじゃないよね。つけひげじゃないよね。こういう顔してるんだよね。どうですかね。結構人相悪い。本当だ。人相じゃねえな。なんだっけ。にゃん相。にゃん相。猫なのかな、そもそも。何なんでしょうこいつ。何なんだろう。すごいなんか周りもなんか謎な千人が住む岩山の上かなんか。うん、あ、田野よしみさんこんにちは。こんばんは。うん、こんにちは。田野さん。田野さんね。田野さんね。田野さん。ゆうのよしみのゆうの字が田に見える。田野さん。千人の露天風呂じゃ、ほほほ、なんかありましたね CM。 なんだっけそれ、すごい昔の CM だったな。なんだっけ、ローカル CM ですよねきっとね。忘れた。大井野さん。大野さん。大野さん。大野さん。さん、え、なってたの昔。え違う違う。ああ、ぐちゃぐちゃになってる。うん。ああ、どうですか皆さん。ねえ、どうですか。ああ、どうですか。元気ですか。無事ですか。入校はどうですか皆さん。皆さんは入校してんのかな。みんな入校してる。皆さんはどうなんでしょうね。例大祭合わせとか入校してんですかね。入校どうですか。進捗どうですか。最近我々入校しまくってますけどね。そう、入校しまくってるね。しすぎじゃないですか。しすぎだね。うん、しすぎ。思想濃炉だね。ホールームの入校終わった。お疲れ様です。おお、なるほどね。我々まず M3 と秋季例大祭の入校やってるからね、うん、そうそうそう。コーロームの入校終わったんですね。早いっすね。すごい。紙だったらまだ大丈夫じゃんね。いけますね。印刷だったらね、うん、いけますね。そう、ヨシスショップさんがね、お財布をいじめるターンですよ。明日多分新商品が出るって。ああ、そうですね。うん、明日ね、言っていいのかな、言っていいのか、うん、いいんだな。明日の金曜日になんと秋季例大祭のと、これそれ、そう、それらと、あと M3 のも、それ一気に、これもこれも出しちゃう。これも一気にイオシスショップになんと一気にほほほ、新作が出るようだね。じゃーん。まあイオシスのこれはなんか、これイオシス昨日出てましたよね、ツイートがね。イオシスのやつ、こっち初、いやもう出てんじゃないかな。出てるか、ツイッターで出てましたね。こっちはノートブックディライトレコーズ。はー、これ見た皆さん。見た皆さん。あの YouTube とかでね、 YouTube でこの DJ ラフがラフスケッチでも宇野さんでもないんだよな。このディライトレコーズの DJ ラフさんが YouTube の動画で気軽に気ままに空を飛んでる動画があるんで、これぜひ見てください。すごいよねそれね。伊香保温泉って書いてあるけど、そう、これはね、拓也さんが前に伊香保温泉で撮ってきてた写真を俺が、無断で、あの無断で、いやいや、一言言ったじゃん。一言言ったじゃん。使った後に、そうそう、使った後に自己承諾で、そうそうそう、これ使わせてねって。あの真ん中の猫は妻ポンチの猫です。ひどいな。だいたいあの写真をね、近場で調達して、足りない素材はね、フリー素材サイトを一生懸命探して、これ俺デザインやったんですよ。でしょうね。うん、特に書いてないけど、こっちも俺やったんですよ。でしょうね。あのね、同時にね、この2つってね、ちょっとね、熱いものがある。両方とも M3 で出ますからね。すごいね。うん。特にデザイン U のよしみとかね、書いてないから、これ、うん、実は。これ、あの、出ますけど。デザイン O のよしみさんです。知らない人だ。知らない人。知らない子ですね。はぁ、あ。こっちはね、まだね、電波コレクションはね、情報解禁がね、
あんまりしてなくて、ジャケットは出していいよって言われてるんだけど、うん、これ裏側もまだ見せられません。裏側もできてます。全部できてます。できてます。今日入稿しましたが、なぜなら入稿したから。そうです、入稿しました。明日最後の差し替えチャンスがあるんでね、ちょっとどっか差し替えてやろうかってなんだそれ。ノリと勢いで。ちょっとね、ちょっとね、この中、中ちょっと直したいんだよね。多分誰も気にしないところなんだけどね、はあ、こだわりで内側をちょっと直そうかなぐらい。なるほど。明日昼に。まあ無事できたんでね、とりあえずは。うん、ああ、デザイナーの時の名前だったんだ、大野義美さん。そうなの、うん、え、知らなかった。デザインも優野義美でやってますけどはいはい。というわけで疲れております。はい、腹が減ってるんで、この部屋にあったチップスターを食べます。薄塩。薄塩、はい。いやー、え、なんだっけ、なんか田野義美になってたの、なんだっけな、 何でなってたんだっけ。なんかしばらく前ですよね。昨日です。え、嘘。え、俺知らないそれデレマスアニメの最終話の感想をまとめっていう、うん、へー、ずっとやったかったんですけど。マジで。それの中に優野よしみさんのツイッターがまとめられていたんだけど、うん、それのタイトルが大野よしみさんになってたって。いや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 、ツイッターまとめるときに普通に優野よしみって書いてあるから。なんで、なんで間違うのそこでコピペしてよ名前なんでそこで直打ちしちゃうの直打ちしても優野って打ったら田野ってなんないしね。うん、田野って打ったんだな。わざとかな。わざとか、あれか、検索よけか。マジかあのエゴサよけか。マジかマジでまとめられちゃったの。うん、一番最後にまとまってた。マジか。6ページ目に。ちょっとそれ後で見るわ、うん、恥ずかしいな。たのあ、たの、ゆうのの、ゆう、はい、ゆうべのゆうをたって読んでたのかな。そうかもしれない、ね、読まないよねそうだね、ゆうって読んでほしいですね、うん、まあでも振り仮名どこにもあんまり書いてないからな。そういえば台風北海道来てまして、はい、今ねだいぶ収まったんですけど、だいぶ夕方ぐらいまで風が強くて、そう大変だったんで、私コロッケを買ってまいりましたちょっとその流れが私にはまだ分かんないんですけど残念ながら2個しかないですけど、これはね、うん、食べながらやりたいと思ってますよ。コロッケにまつわるお便りもいただいてます今日オープニングね、どうしようかなと思って二択なんですけど、うん、コロッケとジャスミン茶どっちがいいです？ん？ん？コロッケじゃないの？やっぱり台風といえばコロッケって。え、そうなの？そうする？いいですよ。なんかさっきちらっと聞いたけどまだよく分かってないんだけど。いや別に大した話じゃないんですけど。あ、そうそうなの？2001年8月21日2チャンネル台風実況スレで次のようなやり取りがありました、うん、111番さん、名前こちら横浜、念のためコロッケを16個買ってきました、もう3個食べてしまいましたっていう書き込みがあってこれ以来台風の時はコロッケ食べるっていう風習になっています。もう14年前のことです2001年。2チャンネル、そうか、あったんだね。ありましたね。もうあったんだね。だって2チャンネルってあれなんだっけ、潰れる潰れるって言ってたのはその頃じゃなかったっけ。そうか、うん、閉鎖されそうですって言ってたよね。ユニックス板がどうとかあったよね。あれいつだっけ。それで圧縮して送信、データを送信する技術を誰かが開発して事なきを得たんでしょう、うん、ね。最初からやっとけって話ですよねまあそりゃそうです。イオシスなんて1999年ぐらいからありますからね。98年からありますね。そうだ、98年。そう、あ、だからあれですよ、もうすぐ、ああ、あさって18周年ですよ。本当だ、18周年の前の前の日ですよ今日。うわ、なんてことはないですけど。うわ、イオシスの18周年、早すぎ何にも用意してません。うん、何も、何もそんな余裕なかったわ。何にもないです。忘れてた。大抵この時期忙しいからね。うん、うん、18年切り悪いです何にもやる気起こんないもん20周年ならなんかあるでしょう、ね、なんかあるでしょうけどね、さすがに、ね、うん、18周年か。18周年ですっつってなんかやってる人見たことないもん、うん、そうだね、うん、え、18周年で合ってる？17じゃなくて17周年かな。
あれ数えで 18? 数え数え数え。井上貴子さんまだ17歳だから、井上貴子さんの年齢を超えるんだね、イオシスは。うん。やっただい。うん。やったで。そうか。え、13話のトゥギャッターですでに間違えられて、しかもまとめられてんの。マジか。わざと。知らなかった。知らなかった。はあ、あれ989001234567891234517年経つよ。だから17周年だね。ああ、分かりました。で18年目だね、あさってで。あ、18年目に突入。井上貴子さんと一緒だぞい。一緒だぞい。追いついた。追いついた。追いついた。追いつくものなの、年って。安倍奈々に追いついた。追いついたぞい。ああ、追いついたぞいといえばこれですよ。はい。で、出たイベント。お、あ、イベントのページ消えちゃった。イベント終わったんですね。終わりましたよ。ゲットされたんですか？2枚ゲットしました。すごい。4万位ぐらいでした。おお、やったぜ。素晴らしい。1枚ください。無理です。使用上無理です。早くフリートレード実装してください。しないんじゃないですか。しなそう。あれどこ行った？これが変身前、特前。そっか、2枚あるから。そう。あれどこ行った？あ、あれ？そうアピール値、あ、照準か。こいつだ。特訓5です。おお。おお。安定のね、永遠の17歳ですけど。プロフィールに書いてあるのがいいよね。特技アタポン、アタポンソング。あんまり意味はないみたいです。あ、あたしポンコツ。うん。アンドロイド相変わらずね、 SSR 来ませんね。まあ、これはどうでもいいです。あらあら。さてと。この画像に戻っちゃった。するっと。面白かった今の。今のあのテレステからのこの師匠、猫師匠。猫師匠。猫師匠ね。猫師匠ね。あ、アタポンマンいますよ。なんか進化してんだけど。アイアンマン。やるか。あ、まだやってなかった。あ、やってないです。あ、もう始まってんのかな、なんとなく思って。じゃあコロッケでいきますかね。コロッケ。はあ。コロッケは西洋のクロケットを模倣した日本の洋食の一つ。茹でたじゃがいもを潰したものやベシャメルソースに具を混ぜ、これを俵型や小判型に丸めたものに小麦粉、溶き卵、パン粉の順で衣をつけ、食用油で揚げたもの。具はひき肉やカニ肉などの魚介類や玉ねぎのみじん切りなどの野菜が多い。バリエーション、ポテトコロッケ、ミートコロッケ、メンチコロッケ、ツナコロッケ、野菜コロッケ、カレーコロッケ、肉じゃがコロッケ、ポテトサラダコロッケ、かぼちゃコロッケ、さつまいもコロッケ、枝豆コロッケ、おからコロッケ、クリームコロッケ、グラタンコロッケ、ライスコロッケ。以上です。イオシスヌルポ放送局。台風来ましたから、はい、コロッケのバリエーションの方ちょっと読ませていただきました。すごい、どこまで行くのかなと思って。いっぱいあるでしょ。止めた方がいいのかなと。なんか4度見ぐらいしちゃった。うん、そうだね。ツナコロッケって聞いたことないですけどね。あー、でも美味しそう。ツナ、あー、シーチキンをいろいろどうにか混ぜて。あー、うまそうだな。
ツナコロッケ、いいね、クリームコロッケ、うん、クリームコロッケあります、書いてあります、うん、チーズ入ったコロッケってあるのかな、あんま聞いたことないですね。ねえ、美味しそうな気がするから作ってみようかな。あのガスとかなんかのハンバーグの中にチーズ入ってると、うん、あれすごいなんかさ価値上がるよね、ハンバーグの価値が。それな、それな。あれめっちゃうまいよね。あれなんでだろうね、チーズハンバーグ ね、うん、何でもチーズ挟めばいいじゃないですかね。そうだよね、うん、そうしてぜひそうして。さてと、チーズ食いてえな。台風23号真っただ中お送りしております、うん、イオシスヌルポ放送局です。2015年10月9日配信第526回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と社長です、イオシス創立17周年の前の日配信ということで お送りします。すごいすごい、17、17、イオシスさん17歳ですよ。合ってますよね。合ってます。イオシスさんってあんま聞かないけどね。イオシスさん。あれ ?17 年だよね。ヌルポ放送局が11年だっけ?おお。合ってますね。うん。合ってます。最近ね、数が数えられなくてね。2桁の掛け算とかもうできないし、やばいやばい。なんかね、1、2、3、4ってやってても、どっかずれてくんだよね。ああ。もうダメだね。やばいね。ダメでーす。あのね、ちょっと簡単な計算とかでもつい Google Chrome の検索欄に入力して頼ってしまうんですよ、はい、そうなの。これはあかん、これはもうダメです。電卓とかはね使わないんですよ。あ、そうなんですか。もう直打ちで、あの Chrome は検索窓に、検索窓っていうか URL 欄に入れたら、うん、計算してくれて便利じゃないですか。うん、もう直打ちですよ。もう全部 Google ですよ、うん、Google なくなったらやばいね、本当ね、うん、なんかあのどこだっけな、西洋の国のどっかで、はい、車の取り締まりのオービスあるじゃないですか、はいはい、あれの結果を全部公表、ウェブで公表するっていう仕組みがあるんだって、だからナンバープレートのところに SQL 文を書いておいてそれでハッキングしようとした人がいるんだって。頑張れひどいナンバープレートに SQL 文ってなかなかいいな長いなせいぜい 5,6 桁じゃん外国だって、うん。あと安定のネタとしては、あのスーパーマリオメーカーで、あのなんだっけ、65536足す65536の足し算を面の中で、あのなんだろう、機械リレー、多分想像、俺の想像だけどリレーをうまく組んで足し算を計算するっていう仕組みが実現されたらしいよ。論理演算。論理演算、昔のあのあるじゃないですか、あの手回しの計算機で中でパターンがこうカチャン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 ってなって計算してた、あれを、マリオメーカーの部品で再現したっていう話。マジか、マリオとはえ、それは何、オア演算、アンド演算とかやっちゃう、うん、X オアとかやっちゃう、なんかそうじゃない、0と1でなんかうまいことやるんじゃないですか、はあ。なんか前さ、マインクラフトでさ、うん、マインクラフト上でノイマンコンピューターを再現するみたいな記事を読んだことがあるけど、はい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 、そういう方向性の話だよね。すごいよね。ひえー、のこのこ利用式論理演算回路。頑張れば、スーパーマリオメーカーの中にスーパーマリオメーカーを実現することもできるんじゃないかっていう、そういうかなりやばい過激派もいるみたいですけど。やばい、熱いそれ。じゃあスーパーマリオメーカーの中にデレステを再現してください、うん、いやできます。そしたら俺あのタブレット届く前にさ、できますできます、あの Wii U を買ってさ、Wii U 買うの Wii U の方が高いよ本当だ、 Wii U とマリオメーカー買わなきゃいけないじゃんすごいね表示部ないけどねでもなんかのこのころさ、赤いやついるじゃん、はい、落っこちないで往復するやつ、はい、あれを5体ぐらいさ配置してさ、うん、なんか5体踊ってるようにして、うん、上からジュゲムがなんかあの何、トゲ像を落としてくるようにすればさ、トゲ像を倒してポコッ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 
ポコッポコッってやって上であのノコノコが踊ってるっていうあのそれらしきものはできんじゃない。そういや私あのデレステをねやろうやりたいなと思って Amazon Kindle Fire をね新型のが出たっつったからこの前注文したんですよ、はい、届くの待ってんです。3週間くらい前に聞きましたそれ。そうなんですよ、うん、たまにこれさ前回のヌルポ放送局はちょっとあらすじやっとかない。あらすじで新展開としては、うん、ようやく Amazon からお金を払ってねっていうメールが来てですね。なるほど。でしかも分割されてですね、あらだからクレカで決済しましょうと、うん、で分割で Kindle 本体じゃなくてあのケースと保護シールをまず決済してくれと、はあ、いうふうに言われて、あれ本体はって思って、はあ、うん、本体来る前に保護シール来ちゃうんだ、うん、なんかね10月20日とかに届くんじゃないかな。なるほどね。本体はね相変わらず11月上旬です。まだ1ヶ月あるじゃねえか。さあ果たしてどうなることやら、どうなることか、デレステをプレイできるのか。うーん、なるほどね。次回続く引っ張りましょうこれ。さあチップスターを食べながらお送りします。あとはふつおたを読みます。この放送はイオシスの提供でお送りします。宇宙最強電波ソングコンピレーション第2弾、ジュジーン。イオシスが満を持して送るオリジナル電波ソングコンピレーション、超豪華ゲストを迎え、あなたの脳汁を絞り出す。ボーカル楽曲プラスコントの全12曲収録。ハイパーディットコレクションアメイジング人情表現。イオシス。2週に一遍やりますねこれね。そう、不思議ですね。そう、コロッケの、なぜならいいか。コロッケのお便り来てます。コロッケ、なんかのうなぎさん、静岡県あたす、あたす、ちくわさん、鉄アレイさん、こんばんは。ちくわ、コロッケの話です。はい、近所のスーパーではコロッケがなんと17円で売られています。え、10個買っても170円、大きめポテチと同じくらいの金額でかなりお得です。20個買った時はレジの人に全部コロッケですかと不思議そうな顔されました。え何をつけて食べるか悩みますが、中濃ソースかケチャップです。他に何かおすすめのつけるものがあれば教えてください。私は特にコロッケは好きではないです。コロッケ、コロスケ、キテレツ地獄、う、頭が。それではもう一個来てます。シトウさん、兵庫県あたす、あたす。一度見てみたいコロッケのモノマネランキング。第5位大島優子、第4位松浦綾、第3位工藤静香、嵐の素顔かっこ早送りバージョン、第2位パフュームポリリズム、第1位キャリーパミュパミュつけまつけるかっこ谷村新司バージョン、優勝ゾウリムシ。ゾウリムシのモノマネなんてあるんですか。あるんですか、コロッケさん。それモックさんじゃないですか。ゾウリムシのモノマネってなかなか難しいですよね。うん、うん、なるほどね。コロッケ、17円、うん、17円、17円、コロッケ17円。それはイオシスが17周年記念だから、あ、記念セール、記念セールで、そうなの、コロッケを17円で売ってくれてんの。違うね。違うね。安くないですか、大きさによると思って。なんかさ、うん、この近辺にあるスーパーってあんま安くないんですよ。そうっすね、安売りしてなくて、うん、でもなんか世の中にはネギ一箱100円とか、なんかそういうよくわかんない価格で売ってるところあるんですよ。ネギ1本100円でしょ、でしょ、うん、一箱100円、一箱ってそんな大量にどうすんの。
なんかあのアドマチック天国とか見るとさ、あくっそ安い八百屋とかあるわけ、ね、このコロッケ17円とかああいうお店欲しい、うんうん、それ仕入れ問屋じゃないの、17円で買ってなんかどっかで100円で売ってんじゃないの、業者用じゃないの、普通に一般の人が買えるんだ、近所のスーパー、あーでもなんかあるよね、うちも昔さあれだよ、札幌の南区石山にさなんとかパンって工場があってさ、工場直売でパン売ってたわ、あそこめっちゃ安かった、あだから普段まあコンビニとかスーパーで100円ぐらいで菓子パンとか売ってるけど、そこで買うと15円とかだったわ、確かに、そういうことか、そういうこと、うん、ちょっと違う、わからない、うん、でも17円とかで儲からないですよね、そんなんじゃね、まあ儲かるやつと儲かんないやつ、うん、商品いろいろあるんじゃないですか、そっか、それで20個買ったら全部コロッケですかってコロッケだと利益率がっておすすめのつけるものがあれば教えてください、なんでしょう、つけまつけるですかね、つけまですかね、うん、それさっきのモノマネの方のコロッケさんが、うん、コロッケ何つけるかな、まあソース、いわゆるソース、ソースしかないね、あんま醤油って感じでもないし、うん、醤油かけないね、さすがに俺もかけないね、うん、まあ、ネタとしてはコロッケ丼みたいなのにすると美味しいのと、うん、あとねコロッケが一番輝くのはそばに乗せた時だと俺は思ってる、そば、そばかけそば、うんうん、コロッケそば、あコロッケそば優勝、コロッケそばね、すげえ食べたことない、食べてみたい、美味しいよ、マジか、美味しいけどほぐすとくしゃーって、あコロッケが、コロッケの中のじゃがいも的なものが全部溶けていくから、最終的に何もなくなっちゃう、それ飲まなきゃいけないです、なんか普段俺じゃがいもって料理全然使わないんだけど、なんかコロッケとかならいいな、やってみよう、コロッケとかポテサラとか家で作ってみたい、うん、まだ作ったことない、そばとかうどん的なものはちょっと油が入った方がうまいからちょうどいいんですよ、うん、コロッケ入れたら、そっか麺類には合うのか、 あとあのそばつゆがねちょうどいい感じに、うん、ひょっとしたらあれか、このコロッケを食うときにそばつゆをかけて食うっていう選択肢あるのかな、あそれ合うんじゃないですか、ソースの代わりにそばつゆ、ありそう、そばつゆありそう、ポテトそば、唐揚げそば、あ豪華な天かす、あそうね天かすね、なるほど ね、 ね、あーチーズそばってどうなの、合わなそうだ、合わなそうですね、合わなそうだな、チーズラーメンもあんまり聞かないもんな、麺類にチーズはあんま合わない、チーズラーメンか、まあ、パスタとかならチーズだけど、あこの間ね潤沢、ヨシュランで出た札幌のラーメン屋さん潤沢の、はい、あのあっさりとこってりってあって、あっさりは普通のあっさりラーメンなんですけど、こってり食べてきたんですよ、はい、めちゃくちゃこってりしてて、おあの天一よりこってりしてて、で、あのなんかね最終的にはこれなんかカルボナーラかなんかかなっていう感じでした、ああいうのだとチーズとか合うかもしれない、あ麺類、それはいいね、ラーメンチーズ、ほうほうほう、カップラーメンカップヌードルかなんかにチーズ入れるのなかったっけ、大体うまいんじゃない、大体合うね、うん、チーズ焼きおにぎりとかなんかいいよね、うん、あ溶ける溶けるあのチーズ、うん、何らかのチーズをカレーヌードルにかけたら美味しそう、うんうん、あそれめっちゃうまいやん、あそうしよう、うん、カレーチーズチーズ常備、やばい、最近俺あれなんですよ、まだチーズの話するのかって感じなんですけど、あのカマンベールチーズをね家に常備するようにしたんで、噂のあれですか、うん、違う、あれってやっぱり違った、えあれ噂のってなんか6つに切れてるやつね、はい、切れてますね、で真ん中にバジルとオニオン、バジルニンニクがなんかスッと入ってるんですよ、スッと入ってて、で食べると青カビチーズの風味にちょっと近い、あでも青カビじゃない
バジルの風味ですごい合うんですよ。でもしかもそのバジルニンニク入ってないやつと値段一緒だから、ああ断然こっちの方がうまいやと思って最近そればっかり食べてます。最近話題なのはカマンベールチーズ、あーボンボンをベーコンで包んで、はい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 、焼いたらジャッジャッとドラーみたいな話題になってますけど、めちゃくちゃカロリー高いと思いますけどね。あれもやってみたいね。今度ベーコン買って、油の塊ですよ。だよね。でもたまに俺らそれぐらい食べた方がいいと思うんだよね。そうそうそう、普段なんか油足りてない気がする。カロリー足りてないからね、うん、そんな気がする。そんな気がします。コロッケでした。あ、そうだ、ビールに合う ね、 そうだね。台風23号でした。台風23号は今もあれですか？あ、もうないです。あ、もうないんですか？死にました。やつは死にました。マジか。ええ、熱帯低気圧になった。なりました。おう、っていうかさ、台風なのに寒いんだよね、うん、あー、そっか、うん、確かにそうだね。なんか北海道の山は積雪あったとか、初冠雪とか言ってましたよ。だって熱帯低気圧ってぐらいだから普通は暖かい空気とともに来るはずなんだけどね、台風なのに寒いっていう謎の現象でしたね。怖いな。なんかいろいろなんか変なの来てんな。困るよね。爆弾、爆弾低気圧とかもさ、ね、よくわかんない。よくわかんない。爆弾低気圧と台風と熱帯低気圧のね、その境目っていうか違いとかね。爆弾低気圧は、24時間以内に40何ヘクトパスカル以上下がると爆弾低気圧と言われますね。はあ、一気に気圧が下がる。はい。はあ、い。でもあれなんですよ、台風23号から熱帯低気圧になった低気圧さんは、うん、明日になると一気に気圧が上がって、なんで逆なんですよ。なんて読むんでしょうね。爆弾の逆、うん、ヒュッヒュッヒュッ、なんだろう。掃除機なんでしょうね、うん、分かりませんけど。分かんない。気象庁さん名前つけといてください。ヌルポから気象庁にお知らせです。何様なんだろう。はあ、YouTube はね相変わらず調子悪いんでね、さっき終了しました。あ、そうなの。はい、なんかねフラッシュがクラッシュするから激うまギャグ続いてました、マジっすか。参りますね。なんか Windows アップデートこっち立ち上がってます。あ、それはね YouTube は Windows アップデートしといてください。 あ、いいんですか、はい、これ、はい、うんとね、続いてお便り、クナウドさんと京都だったす。ヌルポの皆さんこんばんは、クナウドです。アタポンイベントお疲れ様でした。自分は 86,359 位でギリギリウサミンが手に入りました。スマホを水没させてしまい2日間ほどシリカゲル漬けにしていたのですが、その間できなかったことを考えるとまあまあかなといったところです。さて、また明日から走るぞ。それではまたイベントあるんですよ。そう、見たよ、なんか画像見たよ、なんだか忘れたけど、うん、楓さんとか出てたよ、うん、あれなんかあれなんでしょ、フライングでなんか画像解析して出したとかってなんかニュースサイトで見たよ。そうなの。楓さんとね、誰だっけな、3人ぐらい、はあ、出てたな。どんどんあれですね、書き下ろしのイラストキャラガンガンいきますね。さすが力入れてますね。そうなの、うん、ずっとやってます。ベルセずっとやってます。モバマスってもう皆さんやってないのかしら。もしかしてそんなことない、並行でやってる。どうでしょう、人による。私はもう2年ぐらい前からやってる気がします。マジか。2年は言い過ぎかな、1年ぐらいは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 い、そうか。デレステ、うん、ご期待ください。ご期待ください。うちが出してるわけじゃない。いや、あの曲は入ってますけど、ね、曲は入ってますけど、ありがたいこと。続いて、はい、ミスチャスさん、栃木県あたす。あたす。プロ野球のペナントレース終わってしまいましたね、はい、うんうん、そして今年は有名な選手が何人も引退してしまい、自分の年より若い選手がたくさんいるなとしみじみ思うこの年頃です。年齢といえばよく松坂世代とか同世代のスポーツ選手に誰がいるのか話題になりますよね。なので私と同じ年の有名なアスリートを調べてみました、うんうん、八重樫明、ボクシングミニマム級王者、川島英二、サッカーゴールキーパー、中村武也、野球西武の4番。アイドルとは違った意味で同じ年とは思えません。皆さんは同世代のアスリートにどなたがいるでしょうか、とのこと。確かにミスチャさんと中村武也が同じ年っていうとなんかおかしいよ。我々同世代、36歳、
わかんない。現役だともうあんまりいなくなってんじゃない？結構ねあれなんですよ、今年特になんか有名な選手があれしちゃったじゃないですか、うん、まあ一番は山本昌だと思いますけど、はいはいはい、現役引退とかね、戦力外通告とか自由契約のなんか一覧のページあったんでちょっとチェックしてみたんですけど、結構ね我々の馴染みのある選手があれしてます。本当、巨人野間口戦力外通告、あら、横浜 DeNA 高橋久典現役引退、田村仁志戦力外通告現役続行希望、岡島秀樹戦力外、中日がすごくて和田和弘現役引退、小笠原、あの小笠原ですよ、元日ハムの、中日だったんだ、元日ハム元巨人の中日、二軍監督就任だって、小笠原、谷繁は兼任だったのが専任になるって、朝倉健太、川上健進、川上健進ですよ、だいたい年一緒だと思うんだよねあの辺ね、戦力外通告、あ、山本昌50歳なんで笑っちゃうんだろうね50歳で登板登板っていうか登板しましたね昨日ね、うん、話題ニュースになってましたね、なってましたね。それからね、日本ハム草貫現役引退、巨人スタッフに、中島聡現役引退、楽天斉藤隆、斉藤隆45歳だよ、山本昌50歳でいて散々ネタにされてたけど実は斉藤隆45歳っていうね、現役引退、すごい、すごいじゃん、埼玉西武森本一人現役引退となってます。あ、まだいた、一人そう、マジでオリックス谷、あの人の旦那でおなじみ谷、あ、はい真原、井川圭戦力外通告、ソフトバンク松中ですよ、自由契約、なんか随分多いね、多いでしょ、知ってる名前が多いね、うん、たまたまかな、たまたまなのか、まあ、もう年なのか、まあ、うん、我々がもう年なのか、そうか、マハラは自由契約になってますね、うーん、いやはや、そう、一人が西武にいたことすらね認識してませんでしたけどね、うん、そうだったんだね、うん、あとはあれですね、横浜の某監督が辞めるっつってましたけどね、横浜今誰だ、あの人、ほら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 、あれあれ、え楽しい、デーブは楽天だったんだよね、そうですね、楽しいおじさんが辞めるっつってましたね、あ、本当、うん、誰も期待しなかったのにね、中畑、そう、ああ、だってね、中畑が成績不振で辞めますっつっても、え、なんでみたいな俺は思うけどねいいじゃん別にって、うん、まあ一番あれなのはね、広島が結局4位っていうね、うん、あんなに黒田とかね前剣頑張ったのにね4位っていうね、うん、ヤクルトが何年ぶりの優勝でしたっけ、14年ぶり、そう、来てたヤクルトファンといえばあの人、そう、あの声優の松木、違う、誰キラリの声優の、あ、そうなんですか知りませんあ、違ったっけ、あ、違う、いいや、どうぞヤクルトファンといえば秋田県ヌルポーション、はい、お便りいただいてます、ヌルポーション、 TPP でゲリピーピー、オイラのお仲間ルーゲーリック、どうもハスカップは何カップでおなじみヌルポーションだよすごい重ねてきました、すごい、まずはスワローズリーグ優勝おめでとうございます、14年ぶりですので喜び方忘れてますね、それを上回る野球賭博事件が出ちゃってますけどね賭けする前に野球しろ、ボールを投げず選手生命を投げちゃいましたね、本当に風邪をひいたっぽいヌルポーションでしたお大事にしてくださいすごいね、畳みかけるように来ました、すごいね、 PPP でゲリ PP っていうね、すごいですね、流れるようなこの、本当にお坊さんなんでしょうか実は売れないお笑い芸人とかだったりしませんか大丈夫ですか、まあ14年ぶりったらね、我々で言えば22歳の時ぶりってことですよ、そっか、そんぐらいですよね、何やったっけ、2001年、台風が来て2チャンネルで台風だからコロッケをたくさん買ってきて、そうか、コロッケぶりか、松崎レイさんでいいんだっけ、読み方、
へえ。ヤクルトファン。ヤクルトファンで、一緒にヤクルトのその試合を見に行こうっていうイベントをやったんですよ、この前。おお。その日に優勝決まったんだっけ？わ、違ったっけ？そうではないか。優勝決まったのはつい最近ですよ。そうだよね、いやつい最近やってたんだよね、そのイベント違ったかな。ヤクルトね、あの野球解説者がペナントレース始まる前に順位予想って必ずやるじゃないですか。全員外しましたね。ヤクルトを3位までに入れてた人すらもうちょっとしかいないみたいな、そんな感じでしたね。残念です。あ、先週の金曜決まった。大抵当たんないよね、あの人たちね。うん、ペナントレースの予想ね。あ、そうだよね、しょうがないね。あ、そっか、イベントの日はダメで次の試合の日の球場行ってて決まった。あ、そうか、なるほど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 、そっかそっか。クロズ好きです。ヤクルトのクロズ売ってるんですか？あ、そういうこと。ヤクルトのおばちゃんが優勝セールなんですって言ってたよ。あ、そう。14年ぶりヤクルト14年ぶりに優勝セールってもう何したらいいか分かんないよね。へえ。そんな中博士はロッテ3位を当ててた。それロッテ3位もね、ギリギリだったけどね。あとイチローね。ああ、イチローね、びっくりしましたね、あれね。びっくりしました。受けますね、あれね。ね、まあ、もともと投手だったですけどね。そうか、高校の時はね、はいはい、高校の時はプロもちょっとやってたんだっけ。やってた気がします、うん、日本の時ね。うん、ではイチローだってもう年ですよ。そう、いや、そのイチローがねピッチャーで登板しましたってニュースの YouTube かなんかで映像見たらさ、あら老けたなと思ってさ、イチローの顔が。何歳だっけ、41だっけ。そんぐらいでしょうね。なんかさ、若い、俺ら若い頃すげえ年上の人だなって思ってたけど、うん、実は6個ぐらいしか違わない、うん、意外とね、野球選手とか意外と近いんですよ。近かったり下手したら若かったりするんだよね、うん、俺ら自分で見てるよ。そうなの。まあ大体ね、我々35、6になればね、ええ、もう人生折り返し地点ですから。そうだよ、だから半分上半分下半分。そうですよ、まあ高齢化問題があるからあれだけど、人口の真ん中ぐらいですからね。うん、うん、そうよ。あと最近の話題、ノーベル賞。ああ、取りましたね。なんかサクサク取ってるよね。うん、いいねいいね。どんどん取ろう。取ってほしいね。ノーベル何賞があれば我々も取れるかって話ですよ。ノーベル何賞。ノーベル科学賞とか絶対無理じゃん。そうっすね。文学賞もちょっと難しいなと思うんですよ。物理学とかね、俺あの物理のテストで50点中8点取ったことあるからちょっと無理だと思うんだよね。おお、物理なんだろうな。やっぱり歌じゃないですか、イオシス的には。あの曲、楽曲。ノーベル電波ソング賞。電波ソング賞狭いな。電波賞、電波賞、ノーベル電波賞。それイオシス結構いい線いくと思う。毎年取ってもおかしくないね。うん、ノーベルコント CD 賞。最近出してないな、コント CD。 ああ、ちょっとあのまだまだ言えないけど期待しててください。あれね、うん、まだまだ、まあ、言ってもいいんだけど、あれノーベル賞取れるわ。うん、ノーベルコント賞取っちゃうわ。ノーベルチョロギ賞言ってもいいんだけど、一応来週情報公開だからな。ノーベル、ノーベル、はい、そうね。いっぱい出てきたよ。ノーベルイオシス賞。それうちか結構安いイオシスか、どっちかですよ。どっちかですね。どっちか二択です。いいな。でもあっちの方がな、最近グイグイ来てるからな。ああ、ほんと。よし、ノーベルモノマネ賞の賞があのショービジネスの賞になってます。来年ノーベル賞取ろう。ノーベル賞、うん、頑張ろう頑張ろう。文学賞なら一番まかり間違って取れるかもしれない。一番あれなのはあれじゃないですか、ふわっとし、一番ふわっとしてる平和賞ですよ。うん、ああ、ノーベル平和賞って何なの。すごい疑問を呈しますけど。あれはどうやったらもらえるんだろう。何なの、平和に貢献すればいいんでしょ。ノーベル平和賞何なのって思うよね。ビートルズとかもらってたりするの、反戦ソングとかで。そんなことはないの。ないんじゃないですか。ないのかな。でも確かオバマさん取ってるでしょ。あ、本当。うん、へえ。なんだかね。
え？そうなの？そうなんですよ。おー、まあブッシュさんよりはまあ平和に近い。まあ、ブッシュさんはねノーベル戦争賞でしょうけど。ほんまや。まあなんていうか本来だよね。爆薬いっぱい使ってね。ノーベル、ダイナマイト発明したノーベルさんね。っていうか未だにダイナマイトの特許料が入ってきてんのかね。ノーベル財。どうなってんのかね。そもそもね。ないんじゃない。ダイナマイトそんなに昔ほど。特許料は今なくて、その当時の特許料の運営、うん、運用でやってんじゃないの。ああ、そういうこと、うん、すごいな。賞金もまあまあまあそこそこですからね、うんうん、1億円とかでしょ。ノーベル賞そんぐらいですよね、確か ね。すごいな。ノルウェーでしたっけ、なんだっけ、スウェーデンだっけ。ノルウェーかスウェーデンかな、なんか知らない通貨でくれるんだよね。クローネだっけ。そうなの、うん、マジか。あれノルウェーだったらユーロ、あ違う、あれだ、わかんない、もうダメだもうダメでござる。ふう、まあ、マンデラ大統領とかね、平和賞、そうかそうか、うん、プロジェクトクローネそうそうそう、あのアイマスのアニメのね、うん、あれね、通貨の単位だからね、クローネってね。なるほど。今日はまったりしてますね。そう、もうねぐったりしてますまったりっていうより、ね、テンション上げたらね、なんかプチっていって死んじゃう可能性あるからね。そうだよ、危ないよ。恐る恐るやってますから。脳の血管には気をつけよう、どうやって気をつけるさあ、なんか減って。そうだね、もう一通ぐらい読みますかね。うん、若月、埼玉県若月、若月。はい、拓也さん、社長さん、画面の向こうの博士さん、ニッコニッコニニッコニッコニ。サンプラーは押さない。えラブライブミューズ55ラブライブ2015ドリームセンセーションブルーレイメモリアルボックスを買ったのですが、あれか、感想をどこに送ればいいのかわからなかったのでヌルポに送ります適切じゃないですねこれね私はアニメをあまり見るタイプではありませんでした。アニメより現実の女の子が好きだったからでもその女の子がアニメ好きだったら、その女の子がラブライブのファンだったら、私はラブライバーになるのに時間はかかりませんでした放映中のアニメに追いつき曲を聴き、ライブブルーレイも見ました。推しのキャラだってできました。ラブライブを通じて仲間も増えました。あとは気になるあの子、それだけ、それだけ。でもあの子には、隣には私じゃない別の男なかなかうまく言葉にはできない気持ちです。私に残ったのはラブライブだけでしたキレキレでかっこよく、キラキラ可愛く、美しく踊るミューズ、そこに残るのはラブライブと魅了された私だけでした。さて、前置きが長くなりましたが、ライブブルーレイを買いました前置きだったのか、今までのアニメ2期の途中までの楽曲を網羅したものです。仕事で疲れた体に魂に染み渡るミューズの歌声、優しい気持ちになります。悲しい気持ちを忘れさせてくれるのです。この気持ちをどうにかたくさんの人に伝えたくて投稿したわけですが、リスナーの皆さんにも伝わるといいなって思います。おお、そうですか。いや、伝わると思いますよ。ライバーでしたか、若月は。ライバーでしたか。そうですか。フィフスライブブルーレイめっちゃ売れてるらしいですね。あら、そう、うん、記録的な売れ行きだというのをどっかで見たぞ。違ったかな、確かそうだぞ。ええー、ことやな。ねえ、そしてあれでしょ、ミューズが終わって、最初今度ラブライブサンシャインになるんですよ。はあ、プリキュア、プリキュア、ん違う総特会で確か。そうなんだ、違ったっけ。俺もなんかうろ覚えの知識しかないんです。え、卒業しちゃうの。うん、もう いないはず。高校卒業しちゃうの。しちゃったんじゃないですかね。あら、やだ。俺もなんかちょくちょくしか見てないので。いやー、だから今見れば、今から見ればですよ、うん、もう頭からケツまでノンストップでも待たされることなくミューズの軌跡を見れるわけですよ。リアルタイム感ゼロですけど。はいあ、はい、あ、はい。若月、若月な。伝わりました。たまに若月の顔見たくなるよね。そうですね。あ、でもあれですよ、新宿ロフトプラスワンでよくお会いしますよ。うんう
若月元気かなってたまに気になるよね。ツイッターとかでじゃあ、あの近況をね。あんまりつぶやかないんだよね、若月ね。あ、ほんと、あれそうだ、ね、そうでしたっけ。たまにしか。なんか、たくさんつぶやいてる印象がなんとなく勝手にありました。インパクトじゃないですかね、きっとね。そうかもしれない。うん、まあ、でもね、あれですよね。なんというか、程度の問題があるからね。うん。俺自体があんまりつぶやかないからね。そうだね。普段ね。まだ1万2000ツイートとかだからね。そうだ、ね。いまだに。ふぅ。もう皆さんコロッケ食べ終わりました？食べてたのかな。なんかそれで思い出したんだけどさ、いや俺昨日からちょっと止まっちゃったんですけど、ここにずっといるんですけど、うん、なんか2日くらい前にサンクスの白身魚フライを買って冷蔵庫に入れたまま置きっぱなしにしてしまってるような気がするな。もう3日ぐらい経ってるな。あれ美味しくないんだよな、そうするとっていうのを今思い出して嘆きです。多分そのまま食べると美味しくないので、うん、あのミスターチャーハンやればいいと思います。ミスターチャーハン、はい、白身フライをおもむろに取り出して、うん、中華包丁でダン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 って切ってでチャーハンにしちゃう。おお、そしたら美味しいと思うよ。良さそう。ミスターチャーハン万能だからね。マジか。うん、夜たもりも終わっちゃいましたけど。ああ、そっか。そう。夜たもり楽しかったな。あ、そうだ。もうなんかもうだら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 いろんな話しますけど、うん、あの夜の巷を徘徊するって番組ありまして。ほうん。マツコデラックスが。へえ。夜うろうろするっていう。ちょっとしたホラーです。いきなりあんなのいたらさ、びっくりするじゃん。うん、すごくいい番組です。本当、この間スペシャル3時間スペシャルやって、ディズニーシーにマツコデラックス行ったことないから行ってみたっていうのと、トヨタ自動車の元町工場っていうところに工場見学に行くっていう会があって、すごくよかった。それはタモリじゃなくてマツコデラックスなの、ね、タモリ関係ないです。そうだよ、ね、タモリは出てきません。マツコデラックスがうろうろするっていう。ええ工場とか、そう、いろんなとこ、なんかね、製鉄所も行ってましたね。あとなんか高速のサービスエリアとか、へ、あと普通に渋谷とか、その辺うろうろ。ほんほんほん、うん、だってディズニーシー行ったらちょっとしたそれ悪役側のキャラじゃないですか。アトラクションですよね、うん、歩くアトラクションですよ、ね、ブラマツコ、そう。ブラマツコはあんまりね、歴史的なことを感じないからね。うん、それにしてもそのトヨタ工場行って、あのトヨタ森蔵が運転する車でマツコは隣に助手席座って、え、未来とか運転しちゃうわけ。森蔵すごい。森蔵が運転、森蔵暇すぎ。だってずっといるんだもん。へ、1時間ぐらい尺あったんだけど、森蔵ずっといた。あれ見たらね、未来欲しくなっちゃった。本当、うん、水素自動車でも北海道で未来買ったら一回も充電できない、あの充填できないから走れなくなっちゃうね。え、水素だからまだないの、水素スタンド。多分ない。本当、うん、あっても一箇所ぐらいじゃない。売ってくんねえんじゃないかな。あのディーラーのディーラーっていうか、そこにね、札幌本社ありますけどね。本社行くと売ってっつっても、ちょっと北海道はですねみたいな話になるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、え、水素、水素で走ります。燃料電池。ど水素自動車さ、いまだにちょっと分かんないんだけど、うん、どういう風にあれするの、チャージするの。話は、あ、チャージ、じゃあ充電じゃないや、あの、ね、燃料補給、あのね、動力としては電気自動車なんですよ。はい、でその電気を車の中で水素をあれして電気作って、モーターを動かして走るんですよ。はいはい、だから普通のプリウスとかは電気自動車じゃないですか、うん、まあハイブリッドだけど、うん、あれは電気充電するじゃないですか、うんうん、その電気を自分で作っちゃう。なるほど。っていうやつ。じゃあ、液体水素、もしかして液体じゃないんじゃないですか。液体じゃないんだ。そんな冷やせないから、高圧のタンクだと思いますけど。タンクに溜め込む、うん、それがあの安全確保するのが難しい。
やそうだよね、うん、だって爆発するじゃん普通に水素ドーンってなって水素タンクドーンってなったら大変なことになるじゃん、うん、やばいじゃんあんまりあんまり溜めちゃいけないよね、うん、それをなんとかしたみたいですよ。へえすごいよね。すげえなー。中国だったら絶対爆発しますよね充電中に爆発しちゃうでしょうね。そうだよね、水素スタンド大爆発とかねしますよね。悲しいね、うんうん、へえそうですかっていう話。やっぱり静かなんですかね。まあ電気自動車と一緒ですね、うん、そこはね。モーター音しますから。モーター音とタイヤの音はしますからね、うん、そっか、うん、値段がちょっとまだ高いけどねさすがにね、うん、早く俺あの自動運転カー、うん、みんななればいいな。あれも始まったじゃないですかね、実証実験が。そうそうそう、あれびっくりしましたね、あれもうやっちゃうんだっていう、うん、5年後に売るっつってますけどね。早っ、うん、いやでもあれ早くみんなあれになってほしい。そうそう、あの危ないから。そう危ないからおじいちゃんおばあちゃんとかね、高齢の方結構危ない運転するじゃないですかたまに。我々はさ、うん、大丈夫じゃないですか。まあまあまあ大丈夫、まだ大丈夫まだ大丈夫じゃないですか、うん、あのコンビニに突っ込んだりしないじゃないですか。そうっすね、少なくとも、うん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 、結構ね荒れない人が運転してるんですよ。そう、怖いからさ。怖いんでね、巻き込まれてね引かれちゃっても嫌なので。嫌なんですよ。まあみんなあれになればまだ安全になるんじゃねえかな。それは事故は起きるんでしょうけどね、それでもね、でもまあ、 あの頭のおかしい自転車とかが巻き込まれるから今度はそれはね起こりますから、しょうがない。それはねコストとして割り切ってですね、うん、全部自動運転になってほしいなと思ってます。そうですね。ふう、うん、そう、行動はね高速だけやってますね。さすがに一般道は難しいですからね、まだね。あ、高速なんだ、うん、高速だけど、でもねあの合流とかもちゃんとやって自分でやってくれて、遅い車は自分で追い越して。おお、うん、追い越しもやんの。やりますよ。やります。すげえな、追い越しやるんだいやまあそうか、遅いのいたらそうだよね。そう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 、追い越さなきゃ話にならないよね。いやそうだから追い越し、まあ、ちょっと難しい。2050年ぐらいになったらさすがにもう全部自動運転になってんじゃないですかね、うん、ね、うん、すごいね、社会が変わると思いますけどね、うん、で自分で車を持たなくなるんでしょ、所有しなくなるんでしょ。いやなんか最近それずっと考えてんだけど、うん、どうなるかなと思って。ものすごいいろんなこと変わると思いますよ、うんうんうん。ここでは言いませんけどね。え、どこで言う、どこで言うの、その話は。どこでも言わない心の中で、心の中でねずっと考えてますけどね、うん、はい、さてと雑談が終わりまして、はい、パワープレイいきますかね。はいはい。10月になりまして、10月18日の週期例大祭で出るシンプルです。かけよう。怖い。よいしょ。あー、カーソルがどこか行った。こちらでございますね。何でしたっけ？ミックス CD です。ミックス CD です。ミックス CD というのはなんかこう既存の曲を DJ さんが繋いだかのような感じでわーって入ってるんですけど、リミックス、リミックスみたいなやつが2曲入ってます。うん、そのうちの1曲がチルノのパーフェクト算数教室 EDM リミックスでございますので聞いてください。
オフマイクでね楽しい話をしてましたけどね、うん、さてと言いませんけどね。あ、言わない。あ、こちらですね、あの焼いてたら溶け落ちたピザです。もったいないっていうか溶け落ちたチーズ、あの結構ピザの生地って薄いじゃないですか。 あれが溶けちゃってだーデロン、やべえなこれ。そんなピザさんにもマイクを当てましてお送りしますランキングいきますかね。お、注文の多いランキング3位がサンマになるやつをいただいております、うん、まずは注文の多いランキングといえばこの方、福岡県イーチャンピオンさんです。やった。囚人番号は何番かな注文の多いランキング当て、最近カンコレで集めているものといえば、第3位サンマ、うん、第2位特注家具職人かっこ早く早く脱衣所を設置せねば第1位更衣室で見つけた小さな布もう一個来てます、明石といえば。第3位明石屋さんま、第2位明石焼き、第1位明石さんのスカートの隙間に手を突っ込んで以下略いや憲兵さん、あんなスケベスカート履いてたら手を突っ込みたくあならないですよね。あ、はい、昨日大淀さんのスカートの隙間に手を突っ込もうとしてたのも僕です。余罪を告白、全部言っちゃうからね憲兵さんとの会話がだんだんなんか回を追うごとに長くなっていくもう自白が早すぎる全部言っちゃうの囚人番号238番だそうです。あ、EE E and HEE、 これ囚人番号だったんだな、 E ちゃん初めて知った後付けの設定がどんどん乗ってきますけど、 EE ジャンプじゃないんだはあ、サンマ、サンマね、本当に今イベントで集めてるんでしょ。そうらしいね。集めている、集めるの、これからかな、もう始まってんの、やってないからわかんない、うんカンコレ会の発売日がまた伸びたそうで、またですか、ビータの。あ、そう、来年になったそうです。あ、そう、アーケードはもう出ちゃうんじゃないですか。アーケードは先、アーケードはもうちょっと先か、セガさんに聞いてください続いて岐阜県たよりさん、あたす、あたす、たくやさん、社長さん、博士さん、こんばんは。こんばんは。最近牛丼キングタイムアタックの記録を更新しました、たよりです。お、3分20秒、並盛り食ったって3分かかるぜえ、それ本当にやってるの、あのお店でタイムアタックってやってるわけじゃん。自分でやってる、自主的な、自主練です。なるほどなるほど。3分20秒で食っちゃうんだって、うん、3位がサンマになるランキング、好きなビッグ3、第3位明石家さんま、第2位ビートたけし、第1位タモリ、優勝アニソンビッグ3かっこ水木一郎、堀江光子、影山博信。ああ来ましたか。そう、ビッグ3のお便りはね、来るんじゃないかと密かに期待してましたね。さんまさん、うん、まだあります、はい、好きなさんまレシピ、お、第3位さんまの竜田揚げ甘酢あんかけ、うん、第2位さんまの塩焼き第1位さんまの刺身いや、さんまの刺身いいと思うよ。ランキング全部さんまにするという荒業サンマの刺身やアニサキスなどの寄生虫が怖いですが絶品です、うん、アニサキスの件で言うとですね、うん、24時間凍らせると死にますから。あ、らしいですね。ルイベンして食ってください、うん、もう一個あります、はい、刀になりそうな魚ランキング、第3位サンマ、第2位タチウオ、第1位冷凍したカジキマクロモンスターハンターネタだそうです。あ、なんかあったね、武器ね。ノコギリザメとか来んのかなと思ったけど、そうではなかった、うん、サンマ、サンマ美味しいよね。いやー、サンマ刺身食べたいな、今年のこの秋はまだ食べてないから、もう早く行かないとな。入港が一応俺の分は終わって、うん、落ち着いたから。そうだ、家の近所の飲み屋のサンマの刺身めっちゃうまいとこあって、お、俺今日寄って帰ればいいんじゃないそれ。あ、うん、何時までやってんだろう。23時24時、早く帰ろうそわそわしてきた
白身魚のフライの心配してる場合じゃない。そう、冷蔵庫に白身魚のフライとなんか半分残ったレタスと、あとなんか炊飯器にもしかしたらご飯が残ってるかもしれない。どうしよう。いやー、もうさっぱり覚えてないんだよ。2日か3日前のことだから。何しろ家を出たのは長い旅路ですね。そう。続いてミスチャさん、栃木県アタス。アタス、久しぶりに注文のランキングへの投稿です。のぶしのグルメを読むと食べたくなるものベスト5。第5位握り飯、第4位焼きそば、第3位サンマ、第2位コロッケ、第1位タンメン。コロッケまた出てきました。出てきましたね。タンメンってあんまり食べたことないな。あ、野菜ラーメンはあるけど、うん、タンメンってなんだっけ。タンメンの定義とは。ワンタンっぽいものとしか俺なんか頭の中にない。え、タンメンってなんか野菜がいっぱい入ってて、麺がなんか幅広なやつじゃないの。あのスカジじゃないや、スカジ、ID ケーブルのことですよ。 ID ケーブルのようなあ、ちょっとなんか太い。ちゃんぽんとどう違うの。長崎ちゃんぽんと。まあ、わかんないな。おめえに食わせるタンメンはよね。きしめんみたいなもんだと俺勝手に思ってた、タンメンのこと。違くね。違うのか。普通の、割と普通のな麺じゃないですか。あ、本当。でもラーメンの麺じゃない気がするんだよな。タンメン情報流れてきませんね。タンメンとは。タンメンとは。おめえに教えるタンメンはね。教えて。はあ。ちゃんぽは焼きそば麺。あ、そうなの。ちょっと今度いろいろあれだな、調べた上でちょっと食べ比べに行かねばならんな。うん。結論は出ませんが、続いて。うん。キサラ ACS さん、大分県あたす。あたす。お休み終わったんですね。お、イオシス秋姉妹友の会はこちらですか。うん。大勝利したものランキング。第3位サンマで数え役満。おう、サンマで数え役満。サンマ。第2位1対1テトリスで27連勝。第1位ロイヤルストレートフラッシュ。おうおう、サンマ、サンマ、サンマ。ウィキペディアより、タンメンとは茹でた中華麺に炒めた肉野菜をだしとタレで煮込んだスープをかけた日本の麺料理。炒めた肉料理を煮込む。ラーメンとどう違います。ラーメンとは、えラーメンだって茹でた中華麺に炒めた肉野菜とだしとタレで煮込んだスープかけてますよ。あれ、本当だ。あれ、だしとタレ、タレがちょっとタレなんか違うね。ラーメンってスープ、うん、タレはちょっと違うよね。いや、タレもありますよ。タレもある、うん、サンマーメン、サンマーメンってあれ何でしたっけ。横浜かなんかの食い物でしたっけ。おー、ありましたよね。食ったことないな、サンマーメン。はあ、お腹すいた。お腹すいた。サンマそばってこの前なんかで見た気がするな。サンマがゴロッと入ってるそばを、なんか京都の、京都をなんか歌舞伎役者の人が京都をブラブラするっていう、あの古地図を見ながらブラブラするっていう番組をなんか BS11 かなんかでやってて。ブラなんとかですか。うん、そうそう。最近そういう番組多いですよね。そういう番組、うん、多いね。うん。うん、続いて、はい、最後、福岡県にムサンアタス。アタス。かば焼きのタレとよく合うものランキング。おお。第5位、鶏肉。第4位、アナゴ。第3位サンマ、第2位うなぎ、第1位ご飯。うなぎのかば焼きと一緒に食べるタレの染み込んだご飯、最高です。最近はナマズをうなぎの代わりにかば焼きにする試みもあるとのことで試してみたいです。それでは。ああ、ナマズね。なんかナマズでいいみたいですよ。そうなの。うん、処理すればうなぎっぽくなるらしいですよ。大体あれじゃないですか、うなぎのかば焼きの味ってうなぎのかば焼きのタレ味じゃないですか。せやね。
大体は。そしてあれなんでしょ、 うなぎだろうがヤツメなんとかだろうが、なんかいろんなの食べさせられてるんでしょ、俺ら知らないうちにさ、うん、だからまあ今さら今さら今さらナマズになってもアナゴでもいいし、うん、何でもいいです。回転寿司行ったら、ええ、あのマグロの赤身つって回ってんのあれは赤マンボウでみたいな、そういう話ですね、ええ、うん、まあ何でもいいっす、何でもいいです、美味しければいいっす。でもサンマ刺身は食いたいです、はい、ちゃんと刺しサンマを食べたいです。はい、じゃあ来週のサンマは、来週のサンマ何にしましょうコーナーが変わっとる注文のいいサンマランキング、元々の宮沢賢治のあれは何でしたっけ、注文の多い料理店、レストラン、レストラン、料理店、料理店、注文の多いサンマーメン何でしたっけ、何だろう、宮沢賢治って誰ですか、え誰なんだろう、お話をいっぱい書いた人ですよね、書いた人、そうか、うーん、3位が何にしようかな、ゲームとかの話、じゃあバスケットボール、スポーツの秋ですからね。うまいこと言った。もうすぐ体育の日あります。体育の日違ったっけ、10月12日、体育の日10月12日だわ。あったそう、もうすぐだわタイムリーだったわ、全然知らなかった適当に言ったらそういえば体育の日あったわって話しながら思い出したね。もう最近祝日とかもうなんかさ、飛行機高くなるだけだからやめてほしいよね、うん、いや祝日やめない、いや祝日って休めるからいいもんって普通は思うんじゃないですかまあでも俺らあんまり関係ないけどだって来年の下調べしてたらさ、はいはいはい、祝日あるから飛行機高くてさ、2月のやつ取れなかったの高くてダメだあれ、いっそ平日にしてくれね、うん、でも一般世の中一般の人は悲しみますからね。そうか、祝日なくなるとか、ね、そうか。じゃあしょうがない何でしたっけ、バスケットボール、バスケットボールなるやつを送ってください、うん、俺来週のヌルポ休むかもしれないので、まあ良きようにしていただければ。なるほど、はい、お任せで。わかりました、はい、誰が呼ぼうかな、うん、誰がいいかね、誰がいいっすかね、フラット来てくれそうな、思いつかないだって今思いついたの俺が住んでるアパートの大家しか思いつかなかった。それすごいすごい近場だね今朝たまたま会っただけなんだけどあ、そうなの、大家さん、大家さん、大家さんはなんか結構喋れる、全く知らない俺が知ってる大家さん情報は国勢調査の調査員もやってるよってことしか知らないもん、はい、ああそうなんだ、あ、うん、大家さんとか町内会長とかはやるよね。そう、ああそれしか知らない。性別は、性別男子、男子、ええ、ミドル、ナイスミドルです。あ、本当、結構年です。あ、ええ、まあ福岡から自費で来てくれるなら任務さんでも大丈夫です結構遠いですよ大幅なね自己負担を要求しますよねちょっとそれはあれですよ、また東京とかで公開収録とかの方がお互いいいんじゃないかしらっていうね。今週あのあれなんですよ、渡辺がずっとどっか行っちゃってていないんで、うん、フラッと現れることはないんですけど。そうだね、来週とかいるんじゃないですかね。あ、来週札幌にいるはずよ、うん、いるはずです。あ、宇野さんね、宇野さんいるかもね。もしそういえばあれだよね、あ、CD の宣伝とか来週ちょうどいいね、ちょうど流行も終わっているはずだし、これもすぐ出るから終わってるはずですよね、来週はね。終わってるはずですよ。来週。それは何、例大祭の、はい、はい、
例大祭の。でもそこの人なんてあの某サークルの、うん、まあ、手伝いを、じゃあやることになったんだよとか言ってやってそうじゃない。ああ、やりそう、やりそう、やりそう。うん、宇野くんはないからそれ。うん、うん、あのうんこサークルの件にからかってないから。こらこら、うんこサークルっつったらなんかうんこみたいなクオリティのサークルみたいでしょ。普段からうんこうんこ言ってうんこの歌とか言って出してる、そうなイメージだけど、確かに出してる、出してます。あそこはね、イオシスじゃないとこね。さてと、はい、バスケットボールをどうにかしてもらっている間に、先週心の窓やったはずなので、うん、夢のコーナーやりますかね。なるほど。確か先週心の窓やった気がするんですよ。やった気がするな。でストックがもうほぼないんじゃないかなみたいな、うん、で博士からは相変わらず来てませんけどね。はい。そうですか。博士って生きてるの？生きてますよ。あ、そうなんだ。今朝話したよ。ああ、よかったよかった、うん、さてと。なんだこれ。あ、今朝直接会ったわけではないけどね、スカイプでね。そうそう、 IP 経由でね。うん、どうしようかな、何がいいかな。夢のお便りの間にポテトチップスを食べよう、うん、静岡県なんかのうなぎさん、あたす。ヌルポのプロデューサーの皆様、夢の間、少しエッチな夢の話です。私はテレビを見ていました。黒いジャージを着た男性2人が釣りをしていました。動かない絵がしばらく続きましたが、早速かかったようで、釣り上げたのはバニー姿の猫っぽいアイドルでした。ビチビチしてます。服の胸のあたりに引っかかった針を取るために一人は両手をつかみ、もう一人はまたがっていました。うまく取れず力ずくで何とかした時にポロリがありましたが、乳首がなかったので問題ありません。それから美味しくいただく前に夢から覚めました。前川さんのファンやめます。それでは。ミクニャンが猫っぽいアイドルが、ミクニャンがバニー、はい、ということは、はい、ウサミンのウサ耳を借りて、あ、なるほどっていう感じなんですかね。まああの二人はなんか絡みありますからね、アニメでもね仲良くなってましたから、うん、ユニット、そうだ、一緒にユニットやってんだ今。なるほどね。バーン。あの乳首がないっていうあたりがあのなんか夢らしい感じですよ ね、 わかりますね。ポロリがありましたが乳首がなかったので問題ありません、うん、こう断言する感じね。ありそう、すごいありそう。はあ、こちら何ウサ耳でしょうか。37ウサ耳いただきました。それ安倍奈々37歳さんのことを意識してます？まあいいや、追求しませんけどね、チップスは食べてますから。続いてなんかのうなぎさん、続いて同じじゃないか。静岡県あたす。続かないですねこれね。続かない。普通の夢の話です。お気に入りのマグカップの茶渋が気になってよく落ちるらしい洗剤に浸して放置しました。布団の中でもぞもぞしていたら寝てしまったようで、放置されたマグカップは溶けた紙粘土のようになってしまいました。なんとか形を整えようとしたのですが、昔作った縄文式土器が完成してしまい、それを窓から投げたあたりで夢から覚めました。できちゃったんだね。そう、今お便りの間に LINE が鳴ったの、うん、よくわかりますね皆さん。聞こえるのか LINE の音が。すごい。あおう、あおう。ICQ ですか。でも窓から投げ捨てたんですね。うん。ずっと気になってて直してないんですけど、ここの事務所の窓が、はい、
鍵が閉まんないんだよね、うん、だから風がめちゃくちゃ強い日急にボーンって開かないか心配でたまらないですそうなんですよ、はい、そこでしたっけ。そこですね。そこか、はい、今日大丈夫だったんですかね。台風風向きによるでしょうね。ああそういうこと。心配してます、うん、どうしようもないからね、ガムテープで貼っといたってね、付け焼き場ですよね。こちらなんちゃ支部でしょうか。じゃあ37茶支部でいただきました。どんな夢が見たいですか。いい夢見たいですね。いい夢。ああ、なるほどね。ああ、いい夢見たいってなんか別な別な意味だ。目覚めのいい夢来てます。お、北海道猫うさぎさんあたす。あたす。私は猫うさぎさん。あ、そうです。あ、そうです。さっきの夢みたいだな。夢です。私はパソコンを使って調べ物をしているようです。どうやら三角関数について調べています。おう。ただどうやらただの三角関数ではなく、サイン、コサイン、タンジェントに加え、ワット、アッシュがあります。私は特にこのワットを調べていました。ワットは特に主にプログラミングで用いられるらしく、そのホームページでは基板の出力の仕方やプログラミングに便利なソフトの紹介などもしていました。ワットは慣用的に角度を A、大文字の A で表すようで、至る所に Watt A と書いてあります。アッシュは筆記体っぽいあの L を用いるようです。リットルに見える。一通り調べ終えると、家のリビングから声がするので行ってみると、母と姉が野球を見ていました。どうやら日ハムが6年連続で日本一になったようです。へー、最近野球あんまり見てなかったからわからなかったけど、そんなに優勝してたんだと思いつつ、テレビを見るとスポーツニュースになりました。そこではやはり日ハムの優勝を伝えるとともに、サッカーでは川崎フロンターレが9年連続で優勝していることも伝えられていました。スポーツニュースで楊大観が上から落ちてくる飛距離をお姫様が抱っこでキャッチする映像を見たところで目が覚めました目覚めはとても良かったですそれスポーツニュースで流れてたんですね、うん、はあ。コメントそっかそっかケーブチューブのコメントそっか、いやね、そうなりますよ、ね、楊大観が飛距離をこうお姫様抱っこでキャッチするっていうのは、なんかスマホはゲームかなんかありそうですよね飛距離キャッチャー多分無料アプリでしょうね無料でしょうね、そうでしょうね。こちら何飛距離でしょうか30飛距離ぐらいですかね。そうですよね。104になりました。はい、終わりましょう、うん、皆さんが寝ている間に見た夢を頑張って書き起こしていただいて、送っていただいたのをそのまま読むというコーナーになっております。お便りお待ちしてます。 CM の後はエンディングです。幻想郷のポップカルチャーは世界に通用する文化である。誰が言ったか知らないが人はこう呼ぶ。クール幻想郷、世界に届けたい2015年の電波ソングをテーマに、最新のサウンドを集めたプログレッシブな電波ソング中心のコンピレーションアルバムです。幻想郷電波エキスポイオシス東方コンピレーションボリューム23はイオシスショップ同人誌即売会同人ショップでお求めください。
鼓膜も限界も八つ崎だ。八つ崎ハードコアボリューム5。北海道を拠点とするハードコアテクノトラックメーカーを中心にしたボーダレスハードコアテクノコンピレーション、八つ崎ハードコア第5弾。ヘルシステム、エンプロジェクト、トパズライト、ダイトラックス、ディフェクト、豪華ゲストアーティストも参加。ノートブックレコードショップ、イオシスショップ、Amazon.com ほか、取扱いショップは特設ページからチェック。ノートブックレコードで検索。今年のヤツコアコンピもいい出来です。ガチ曲のみでお送りするイオシス東方ロックアレンジシリーズ最新作、アニー、アツシ、ランコ&周平、リクアットなど最強のボーカル陣に加え、期待のニューカマーが多数参戦。ますます進化する第4弾は火影塚オンリー。ロッキンオン東方ボリューム4はイオシスショップ、同人誌即売会、同人ショップでお求めください。エンディングです。はい、エンディングだと思ってるでしょ。え、違うんですか。あ、レクサスです背景が変わった。あ、これダンボールで作ったレクサスですか、もしかして。そうなんです。見た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 。走るんでしょこれ。ええあれええ、お知らせです。はい、さあ、例大祭が近づいてまいりました。秋季例大祭、東京ビッグサイトで行われるという噂があります。お、クロさんとボイドさんとアームさんが行くはずですが、うん、果たして行けるんでしょうか不安です、はい、新作が出ますね。まずはこちら、なんだっけ、なんとかかんとか括弧略だったと思いますわおイオシス東方メガミックス、あー、クロス皆さん、ホームエディションです。やった。出ます。チルのかわいい。チルのかわいい。いやー、ほんとこの T シャツ俺作ろう。これ使わせてくださいよ、頼みますよって頼み込んで、自分用に T シャツ作ろう。自分用に。おのおの作る。そしてですね、いわゆるパンクイット東宝3ですね。はい。こちらが出るはずです。はい。ボイボイが真相になりながら作ってます。うん、死んだボイボイの目になって作ってます。それやばいな。あれでももうさっき入稿終わってたんじゃないかな。そのはずですよね。なんか終わってたっぽい。そのはずです、うん、なんかあの DDP が何とかって言ってた気がします。言ってた言ってた、うん、詳しくはあのパンクイット法のティザーサイトが公開されてますんでご覧ください、はい、これもう一枚のやつはまだまだわかんないんですよねいや出ると思いますけどね。入稿してませんもんねこれね。まだしてないと思います。はい、してないと思います。情報まだ出てないでしたっけ。これ出てないんじゃないかな。出てないですよねきっとね、うん、多分出てないけど、うん、明日っていうかまあ今日っていうかもう9日のそうですねイオシスショップでもう情報が出るはずなんで、ええ、もう出ますねきっと。もう予約を取ろうとしますけどまだ入稿はしてませんまあそういうこと詐欺ですよねこれねまだできてません、できてませんけど、まだマイナンバーは発行されてませんけども詐欺はします、はい、早いな、ドゥドゥ早いな、はあ、もう一枚出るはずです。3枚ですね多分ね。おお、イオシスのブースがあるはずです。はい、ふう、いっぱいいっぱいイベントの情報流れてきてますけど、すごいすごい、ちょっとも把握してません。すごい把握してないイベントがたくさんありますね。あ、博士の部屋あるんだ。おう、10月14日、ゲストラサプリメントビバなんですかこれ。何ラサプリメントビバなんですかこれ。新しい何ラサプリメントビバ、新しいオカマの方ですか。えらいオカマの方ですかこれ。サプリメントビバ、ビバさん、ちょっとあのほっそりした系のラサプリメントビバが夜の巷を徘徊するですかありそうだない何ですか、すごいね、新しいなんか五感。ちょっと博士何なのか教えてそれ、はあ、はあ、あります。その他いろんなイベントがあるみたいです、うん、我々は把握してません、うん、あ、大島かおる出た。
あ、大島かおるね。あら、11日。かわいいですよね。あら、やだ。え、大島かおると共に新米コシピクリ。満腹無料のエロ大豊作祭りピカリ。ああ。大阪。あら、そう。え、大阪？いや。プラスワンウエストですよ。え、10月 17? うん。あれ ?17 って例大祭の前の日だよね。ああ、そっかそっかそっか。例大祭の前日か。うん、ああ、なるほど。なるほどね。そっかそっか。あれだ。M3 の前日は前日であるでしょう。ありますね。ね、ラフスケッチ塾があります。ありますね。あります。M3 は私と、はい、あとはラフスケッチさんが現地にいるはずです。うん、はい。モノトーンさんの分数にいるんじゃないかと。はい。モノトーンさんのとこで委託をさせていただこうかな。そっちの話をするとなれば、うん、新譜が出ますね。 M3、はい、出ます。チラチラ出しましたが、このこちらそちらとこちら、こちらとこちら、はい、よいしょ。でん、まだ情報が全て解禁になっているわけではないけど後ろに木目のレクサスがチラチラしてますけどマジか。失礼します。スケレクサス We can fly EP とハイパー電波コレクションアメージング炎上編、うん、こちらのイオシスからデンコレ2、うん、ノートブックさんから We can fly EP、 そう、伊香保温泉出ます。ありったけいろんな人の写真を借用させてもらい、うん、権利的にクリアな写真で構成されてますから大丈夫です、はい、これは大丈夫です。パクリではありません。そうです、大丈夫、安心してください。ほんまやで、ほんまやで。なんとなぜか両方とも私がデザインをやってます。大丈夫です、安心してください。はい、めっちゃ疲れたわ。もうね、両方とも面白い CD になってますので、うん、ぜひ聞いてください。そうですね、両方とも期待できますねこれね。そう、まだ電波コレクションの方はティザーが公開されただけなんで、うん、来週情報公開になるんでお楽しみ。はい、 M3 で、はい、委託であれします。なんかジーモミさんとこモノトーンさんもなんか新作を出すってね、みたいですね、言ってましたから楽しみです。はい、そちらも、そちらもしよければね、ジーモミさんたちの CD も聞いてみてください。はい、はい、いやー、ほんといろんなことありますね、イベントね。一応言っとかなきゃなんないのは、さっき出たノートブックレコーズ塾、10月24日土曜日、ハードコアテクノ概論第3日目、3回目の開催となりまして、 DJ 急行さんをゲストに迎えまして、阿佐ヶ谷ロフト A でトークイベントやります、うん、M3 の前日でございますので、ぜひお越しください、うん、夕方、昼か夕方ぐらいだっけ、確か夜ではなかった、大抵昼ですけどね、うん、どうなんでしょうね、はい、阿佐ヶ谷のページをご覧ください、はい、私はその日は夜の便で東京に行くので見れない。俺は行かない。力強い。別に行ってもいいんですけど、行っただけ飛行機代がかかりますので行きません。はあ、あとはね、11月の1日に東方コーラムインテックス大阪宇野 DW になってます。そっか、1日でしたっけ。そうですね、そっか、日曜日ですね。そっか、じゃあ1週間ごとにあるんだ、即売会。秋季例大祭 M3 秋と東北コラム1週おきであります。そっか、じゃあ関西の方にお住まいの方は、まあ秋季例大祭のをそちらに持っていきますので、うん、コラムに来ていただければゲットできるのではないかと思います。はい、多分 M3 のも持ってくんじゃないかな。確か東方オンリー即売会だけど、東方の販布物1個あれば、うん、他は別にオリジナルとか置いててもいいはずなので、うん、持ってきたいな、デンコレも。そうですね、うん、はい、はい、あとね、そう、新ネタあります。なんと11月7日、グルーブコースターリンレンコラボ&札幌イベント実施決定。ほう、ドン、すごい。イオシス OS にブログ記事を書いておきましたけども、ね、とにかくね、いろんなのがコラボしてて、タイトルがめっちゃ長いイベントになってます。リンレンカレントっていうですね、クリプトンさんがやっているレーベル、はい、電子レーベルあるんですけども、はいはい、カレントとミライストカフェとグルーブコースターと
イオシスイオパ、これがガシャーンってなったイベントです。おおーすげえ、ガシャーン、すごいでしょ。詳細はね、初音ミク公式ブログをご覧ください。11月7日、無料のイベントになってまして、場所は札幌のミライストカフェです。何初音ミクオフィシャルブログってあるの？ありますよ。すげえ、そこになんかイオシスとか載ってるの？載ってますよ。すげえ、なんかたまに載ってますよ。あ、ほんと？札幌でミニイベントが開催決定。イベントのタイトルはカレント×ミライストプレゼンツグルーブコースターナイトフューチャリングイオシス。長い、すげえな、長い。カレントミライストグルーブコースターで、さらにディノスさん、ゲーセンさんの協力もいただいてですね、グループコースターの筐体をエレベーターで下に運びまして、グループコースターが無料で遊べます。すごい、無料？はい。ほう。ただネットワークがつながってないのでカードは使えません。で、13時から17時ゲーム無料体験、入場料無料、ゲームをプレイした方へノベリティプレゼントあり。ノベリティは初音ミック×グループコースターぬいぐるみパスケース先着順、鏡音リンレンカードサイズステッカー先着順。でも無料って書いてますよ。無料です。無料でもらえちゃうの？はい。すごいね、太っ腹だね。あ、はい、すげえ。で、夜の部はですね、 DJ イベントイオパフォーフリーイングルーブコースターナイト、DWAT と愉快なイオパクルーたちがお送りするあれでして、無料ですがワンドリンクオーダー制となってますので、ミライストカフェの何らかのドリンクをオーダーしてください。19時から21時2時間となってます。これね、普通のイオパフォーフリーも去年やったんですけど、はいはい、そこにこうグルーブコースター的な要素を突っ込みをして、ガショーンって突っ込んだところですね、なんと、はいはい、飛び入りでお客さんにグルーブコースターをプレイしてもらい音楽をつないでいきますって無理な企画をやってます。それ難しい。飛び入りグルコス DJ、 どうやるんだ。だからちょっとわかんないんですけど、多分 DJ 普通にやってるんですよ。で、何らかのタイミングでグルコスの方の曲をパーンって始めたら、そっちの音につなぐっていうことなんじゃないかと思うんですけど、誰もそんなことやったことないので新しい、わからない。新しい。そしてまた戻ってくんですよね。で、また DJ 側の音にも、うん、すごいね、つなぐんだそれ。誰もやったことないです、こんなこと。すげえ。面白いね。無茶な企画です。あれね、服部さんが考えたことですから、失敗したら服部さんのせいです。あ、そうなの。白服部さんのせいですからね。来週服部さんゲストに呼んだらいいんじゃないですか。服部さん空いてます？うん。大家さんか服部さん。大家さんか服部さんですね。近場で。うん、はい。すげえな。イオパすごいな。イオパすごいです。すごいね。まあ、何がすごいって、ミライストカフェでやればね、会場代かかりませんから。はあ、11月7日、札幌の方、ぜひどうぞ。まあ、イオパの方は12月13日にもいつものやつがありますのでね、そちらもなんか、関東方面の人主催で、前の日にイオパ始めちゃうっていう企画もあるそうでございますので、うん、乗っかれる方は乗っかってみてください。ほうほう。まあ、あといっぱいありますけど、やめましょう。もういっぱいあるね。覚えきれないもん、うん、忘れちゃうもん。我々でさえもうね、書いてないと覚えてないの。そう、次から次へといろんなことがやってきては過ぎ去っていきます。そうです、うん。お便りお待ちしてます。来週の注文の多いランキングは、第3位がバスケットボールになるランキングを送ってください。おなしゃす。他はですね、先週もお伝えしましたが、めうちゃんがハッスルしまして、サウンドプロテックスにいっぱい自分の曲入れたいらしいっていう話と、うんうん、太鼓の達人にイオシスの新曲が出てますよ、うん、結構解禁するの大変みたいですよ、あれね。あ、そうなの、うん。あ、そうなんだ。解禁しなきゃいけないんだ。そうです、そうです。頑張ってください。あとあれっすわ、なんかひなびたは結構新展開というか、なんか新シーズン始まってるんでしょ、うん。あ、そうなの。確か皆さんぜひひなびたを引き続き応援してください。応援してください。あ、ごくれでいけるな、はい。じゃあ、まあまあ、その気になればいけますね。聖徳太鼓。聖徳太鼓。はい。解禁の件。なるほど。なるほどに、うん。へい。こんなもんです。こんなもんです。
もうね終わりです。え、 100% やりきりましたからそうだね、100% が低いからね終わりましょう、終わりましょう。ぬるぽでした。 LINE の通知が来ました2015年10月9日イオシス17周年の前日に配信するぬるぽでした、はい、第526回ぬるぽ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也と社長でした。また来週お会いしましょう。さよなら。メウ。この放送はイオシスの提供でお送りしました。メウメウ。あ、そうそう、ごくれでちえりちゃんを迎え、ちえりちゃ ちゃんシンデレラガールズアイマスのちえりちゃんがね、今確か出てるんでしょ。ちえりちゃんコラボ太鼓の達人。あら、そうなの。前あの城ヶ崎妹の方がコラボカード出てた気がする、うん、メウっていっぱい流れてきたな。メウでもメウ弾幕がすごいこと。メウ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 ちゃんかわいい。ひなびたのサイトちょっと見てみるか。あ、コロッケの衣がふにゃふにゃだ。え？ふにゃふにゃだ。持って帰ってそばに乗っけようかなこれ。食べようと思ったんだけど。よいしょ。これかい？どうしようかな。最近3週連続でデレステやってましたけど、今週は特にやるべき曲もないので、ああやんなくていいかなと思ってたんですけどなんかあります？いや、まあイベントも終わって谷間の時期ですから。そうですね、まあ、ええ、いいんじゃないでしょうか。特にないですね、うん、相変わらずあのマスターのフルコン埋めをじわじわやってます。たまにフルコンできます。フルコン残り10曲ですね。プロデューサーレベルは53になりました。ファンの数が50、96万人いるそうです。大人気ですね。相変わらず SSR がいませんが、あ、ガチャ引くかい。ガチャお待ってました。このさ、1日1回限定のガシャであんまりいいのでねえんだけどさ、これどう思ういや、まあ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 、そういうもんですよ。まあ、確率的にはこんなもんかなと思うんですけど、9月15日から毎日引いてて、なんでもう20回ぐらい引いてると思うんですけど、 SR が2枚出てあと全部レアなんですよ。おしんどいなと思って。おいけ、ドン。レアです。ナタリアです。どう思う？どう思うこれ。SR は株にしよう。まあいいか。10回引きますか。石もいっぱいあるし。石がなんか7300個ぐらいありますけど。ドン。何が出るかな、何が出るかな。再販だ。あ、ウサミンだ。おお。ここまで無反応つらい。あ、また再販だ。つらい辛いよ。ああ、また再販だ。辛いよ。ここは俺の、ああかぶった俺の中にあるなんか再販魂が、おかぶりました。かぶりですか。10連引いたら1枚で SR 確定なんですよ。はいはいはい、はい、そうですよね。で1枚でしかもかぶりでした。かぶりひどい嘆き悲しみ。アーメン、アーレン。再販3人ってね、これだってスターレッスンしたでしょこれ。ああ、スターレッスンであれですよ、再販。うん、じゃんじゃんじゃん。
もう拙く5位になっちゃうわけですよ。つらい。つらみ。つらいの。つらみ。つらみなんですか。ないよりいいけどさ。そっか。つらさある。そっか。あーめん。どんどんスターレッスンしちゃうわけでしょ、これ。かぶったらこうなっていくんだ、どんどん。レアに関してはもう、これしかないでしょうね。うん。普通の嫌なガチャだったね。どんどんこうやってやっていくしかないわけでしょ、もう。もう消化試合ですね。そうですね。ね、ウサミンは4。レアは10までいくので、はい、消化試合つらいな。っていうか被ってないのがない。あ、コウメちゃんだけ。いや、あ、コウメちゃん被ってた。全部被ってました。全部。ええ、10連全部被ってました。オール被り。ええ、つらい。つらい。こんなことありますかね。やっぱり今日はちょっと今日はもうダメですかね。疲れが、ええ、台風のせいですね。千尋も蒸してませんし。あ、本当。ええ、なんかあれでしょ、ハロウィンのグッズとかが実装されたって聞きました。そうです。あとは SR もな、SR もな、お疲れさ。これだってあれじゃん、スターランク順で並べ替えるじゃないですか。うん、そうするとですよ、これか、幸子7ですよ。辛さ、辛い。あとレア順で並び替えるじゃないですか。ああ。SR 1人もいないんですけど。そんだらば、もう SR が10万以上いますから、SR もそろそろスターレッスンしようかなっていうことですよね。マジで。はあ。SSR が最高なんです。そうですね。ただいません。私の元には SSR はいません。まあまだあの。給湯とかね、うん、給湯で SR10 枚たまったら、まあ、スターレスしますかね。はいはい。はあ、終わり。無視ないんだよな。ただいまアンズはダミーをむさぼり中です。ご用件のある方はまた来て。千尋さんがハロウィンコスしてます。かわいい。うん、なんか言ってますね。いやー、凝ってますね。だってハロウィンこれやったでしょ。ええ、またじゃあクリスマスとかもこれやるでしょ、きっと。やりますね。千尋さんサンタになってんでしょこれ。やるでしょうね。やるよね。で、年明けたら今度着物着てんでしょ。そうでしょうね。やるよね、絶対やるよね。うわぁ、そんな手間かけてんな。いろんなこと言ってます。終わり。辛いから終わり。皆さんも各自楽しんでください、はいはい、こちらの画像でお別れです。上位切れちゃったんですね、残念ながらね。何これ。ニュートリノって書いてあるよ。え、顔、これのまた、これもまた幽霊的な存在で、電荷も磁場もなく、質量は全くの0キロ。ニュートリノ0キロって。キログラム単位なの。まあちょっといろいろありますけども。すごいな。でも結局質量あったんだよね。あ、そうですね。ね、ゼロキロではない。それでキロというかなんていうか、うんうん。それでノーベル賞もらったんだもんね。確かそうですね。はあ。そうですか。皆さんもじゃあ各自ニュートリノを楽しんでください。はい、楽しみください。さよなら。さよなら。また来週。